広尾学園小石川中学校、高等学校は東京都文京区本駒込2丁目に所在する私立高等学校。設置者は学校法人村田学園。2008年度より中高一貫教育を開始したが、2016年度から中学校の募集を停止した。2018年度から東京都港区の広尾学園中学校、高等学校と教育連携し、 グローバル教育に力を入れている。2021年4月より、疲労学園小石川中学校、高等学校に改称し、男女教学となった。また、中学校の募集も再開している。高2秋からの受験体制のためのカリキュラム編成、平日の7次元授業及び弱点、補強講習などにより着実な学力伸長を図っている。また、 3年後の志望大学合格に向け短期目標として定期講座や外部模試を設定、学習計画を立てて日々の学習を進めていく。テスト終了後は分析を行い、その結果を次の目標に生かすことを繰り返し、第一志望に近づける。村田学園小石川女子中学校の設置が認可された後、東京都立小石川中等教育学校より、 同校の名前が生徒や受験生に混乱を与える恐れがあるとして抗議が起こった。同校は公明の小石川は地名に由来するもので問題はなく制服も似ていないと反論。最終的には両校の間で混乱を招かないよう相互に努力、連絡していくという協定が結ばれて問題は収集した。2012年9月29日に 2013年度から村田女子中学校に中学校名称を変更することを発表した。この発表によると中学校の名称を変更する理由は村田女子高等学校との一体感を鮮明に出すことである。過去の系列校として本校の母体である村田簿記学校にルーツを持つ以下の各校があったが、 いずれも系列から外れている。ありがとうございます。